パッド・ブーンは、アメリカ合衆国出身のポピュラー音楽の歌手、パッド・鈴木とと共に、1959年、トリニロ・ペスト・パッド・ブーン。1975年3月、フロリダ州ジャックソンビル出身で、本名は、チャールズ・ユージーン・パトリック・ブーン。西部開拓市場の英雄ダニエル・ブーンの子孫で、娘は、歌手のデビー・ブーンである。 映画、十字架と飛び出しナイフで、クリスチャン俳優として知られるようになった。1997年に、メタルバカ一代と題した、ハードロック、ヘビーメタルのカバーアルバムを発表、話題を呼ぶ。しかし、敬虔なキリスト教信者として知られ、ゴスペルシンガーと認知されていたブーンが、ハーレーにまたがり、ヘルズエンジェルス張りのレザーファッションに身を固め、公の場に現れた時、 保守的なキリスト教徒から大きな反発が起こり、レギュラー出演していたゴスペル番組の司会者を解雇されることとなった。ブーンの公式サイトではこのアルバムについて一切触れられていない。自身のレコードレーベル、パッドブーン、エスゴールドレーベルを要し、自身の作品ばかりではなく、ジャック・ジョーンズ、グレン・キャンベル、ザ・ベンチャーズ、レターメンなど、ベテランエンターテイナーの新作も発表している。 ありがとうございます。